ヒロシバイキーンたったかむ。今日はホンダ N-BOX のタイヤ交換してあげたいと思います。タイヤのホイールからハイで履かせるので慣れれば簡単なんですけど、慣れてない人は結構大変な作業かなと思います。こういう晴れた日ですね。今日めっちゃ天気いいんですよ。こういう日はタイヤを30分でいいので日に当てて温めておくとめちゃくちゃ作業効率が良くなります。一気にタイヤが柔らかくなりますので作業が簡単になっていきます。多分真横から見た方が見やすいと思いますので、こっちに移動して早速作業を開始していきます。そしたらここから作業開始です。私初めてコロナにかかって寝込んでましたよ。なんか天候が異常ですよね。皆さん体調大丈夫でしょうか。そしたら安全第一で作業していきます。まずは見ての通りフロントからしてます。ホンダ N-BOX のジャッキポイントはここになります。切り欠きがありますよね。その切り欠きより前方側、厚くなってるのでよく見るとわかります。こういう風に背の高いジャッキやゴムのかさ増しあると入りませんので考えます。あとはエアロ組んでる人、前とか横ですね。そういう人はセンタージャッキポイント使わないと上げれませんので、できればこういうジャッキじゃなくて低床ジャッキ1個あったらいいですよね。便利です。ちなみに使いませんけどセンターのジャッキポイントはフロントに関しては正面から見ると運転席側にちょっと寄ってます。その後馬をかませると安全に2個同時に作業ができます。この馬はトラック用ですので私は使わずに1個ずつ作業していきたいと思います。で、価格が高いので低床ジャッキない人はですね、こういうのでかさ増ししてあげて上に上げてあげた後にジャッキを入れてみてください。先ほどの隙間の感じだと、まあ空気圧をパンパンに上げれば車体が上がりますので、ジャッキによってはこれで対応できることもあります。何パターンか紹介しましたけど好きなのしてみてください。危険なやり方をせず確実に安全であればどのやり方でもいいです。そしたらジャッキを入れてあげて、ジャッキをゆっくり上げてあげて、無駄に高く上げる人いるんですけど上げすぎないようにご注意ください。安全第一です。あとはジャッキポイントからずれるんですけど、こんな感じで車載工具など使ってサブジャッキ使ってもいいですし、タイヤ入れてもいいですし、私はバイク用のサブジャッキとして入れてあげたいと思います。こういうゴムがないとですね、フレームが変形してシャーシ部分変に変形すると雨漏りの原因になったりもします。それでもジャッキが外れた時の指挟んだり命より大事です。あとはインパクトやスピンナハンドルを使って19ミリのソケットでホイールナットを外していきます。スピンナハンドルは軽自動車ではいらないですけどトラックで便利ですね。使い方はテコの原理でこんな感じで初動だけを緩めておきます。するとインパクトが強い弱い関わらず簡単に外すことができます。スピンナ使うときはジャッキ先入れちゃいましたけど、今みたいに地面についた状態でしないと危険です。これで4つのホイールナットを外すことができました。もう一度ジャッキを上げてギリギリ地面から浮く程度で大丈夫です。ギリギリでいいです。何度も言いますがとにかく安全第一で作業してみてください。サブジャッキはあくまで外れた時のサブですので当てるだけで大丈夫です。あとはホイールを引っこ抜くとこんな感じで外すことができます。そしたらホイールからタイヤを剥いでいきます。これはフロントの左側のタイヤですけど N-BOX、まあ軽自動車はほぼ全てですけどフロントリア全種サイズは同じです。そしたら虫回しを使って空気を抜いていきます。今回バルブは再利用しますけど、基本的にはタイヤ交換するときはバルブも交換した方が二度手間にならなくていいです。空気が抜けたらビードを落としていきます。14インチぐらいのタイヤのサイズであれば原付の工具で大丈夫ですけど、たまに固着してるような場合とかはビード落ちない場合ありますので、そういう時は大きいの使うしかないですね。グイグイとガポーンと音がしてビードが落ちます。全周落としてあげて、あとは裏面も全周落としてあげます。こういう純正じゃなくてめっちゃ高いホイールとか使ってる人は裏面するときに地面側に表面がつくので傷つかないように意識だけしながらしてみてください。とりあえずビードが全周きちんと落ちてないことにはタイヤを剥ぐことはできませんので、何箇所かビードブレーカーで落としてあげて、あとは手で確認すればわかります。両面ともリム部分を指でグイグイ押してみて、きちんと真ん中の辺まで押し込めるかどうか、押してれば大丈夫です。そのままリムの部分に潤滑剤を吹いてあげて滑りを良くしておきます。タイヤレバーを使ってまずは片面だけを外していきます。バルブ再利用する人はバルブを手前側にしておくと傷つきにくいです。交換する人はどこからしても問題ないです。最大のコツはレバーを差し込んだ後に引っ張り上げて浅く引っ掛けてめくっていくことです。メリメリメリと
で、この間隔が広すぎる場合はちょっと調整すると簡単にペリンとなります。今黄色枠のこの部分が外れましたので、力のある人なら手で外せます。まあタイヤレバーを使ってあとはクイクイクイッとめくっていくだけで、片面のホイールからのタイヤ剥ぎ完了です。そのままもう片面も外していきます。グイッと地面に当たるまで、貫通するまでか、タイヤレバーを入れて同じように引き上げて浅くかけると、こんな感じです。同じようにもう一個もタイヤレバーを使用して貫通させて、2本で貫通させてあげます。これに関しては人によってやり方は異なりますので、いろんなやり方があります。もう私はこれに定着してきましたかね。浅くかけて引いてグイッとしてあげます。するとここに隙間ができます。黄色い枠の部分です。鬼力がある人は手でもいけます。で、ここに3本目、こいつをかけてテコの原理でグイッグイッグイッとすると、こんな感じで外すことができます。そしたらこれでホイールからのタイヤの剥ぎ作業すべて完了です。古いタイヤはガソリンスタンドや産廃業者さんに出してください。新しいタイヤは今回はブリヂストンのこれです。このシールなんですけど、私車ではないんですけどバイクの時ですね、外し忘れてスリップした経験がありますので重々注意してください。もう届いたら剥いでて大丈夫です。ここからはフロント左タイヤをホイールへ履かせていきます。この黄色い印、K 点がありますので、これをバルブと合わせてあげます。片面入れてからでも動かせますので大丈夫ですけど、出だしから意識だけしといてください。そしてバルブを再利用する人のみは手前にバルブを持ってくると傷つきにくいです。タイヤレバーが当たりませんので、コツとしてはレバーを入れたら引き上げて先ほどのように浅くかけると。なんとなく動画で毎回3本使ってるので3本使いますけど、軽自動車は1本で大丈夫です。軽自動車はというか14インチぐらいでしたらの話です。で、まず最初のコツ、片面だけ入れますので、向こう側レバーを入れる逆側は浮かした状態にして、横2箇所を膝で踏んで、こんな感じでレバーでめくっていきます。入れた場所と距離がありすぎる場合は戻してクイッとして片面完了です。ちょっと3本目は予備で入れてたんですけど邪魔でしたね、いらなかったです。これで片面完了なので、そのまま両面行きます。表を上にして K 点を合わせます。これが最終合わせです。ゴムを犯さないようにビードワックスやシリコンスプレーを塗布します。リムの部分のホイールと当たるところだけです。さっきしなかったですね、忘れてました。しなくても入ればいいんですけど、ゴムがギジギジになったりビードが上がりにくくなったりしますのでご注意ください。で、最大のコツ、ここ、タイヤレバーを入れる予定の真反対側、そこをホイールの真ん中まで押し込んでください。これで伸びしろができます。バイクみたいに逆の場合もあるんですよね。深くすると伸びしろが取れない場合もあります。これ扁平率に関係するのかな。バイクであってもタイヤによって異なりますので何とも言えないですね。あくまで今してるこの作業はホンダ Nボックス の純正ホイールでのタイヤ交換作業をしてます。まあちょっと言ってることが分かんない場合は見てたら分かります。物は試しで、向こう側ですね、レバーを入れる向こう側が浮いてるとどうなるか、ビードの上がった状態側に来てるとどうなるか今してます。グイッグイッグイッとめくっていきます。グイッグイッと、もう2本したところで、あ、できないなっていうのはもう慣れてくると分かります。こうなると間隔を狭く取ったとしてもダメですね。同じことを繰り返します。で、何が原因かというと、ここ反対側です。先ほど言ったこの反対側を思いっきり深く踏んでやってみてください。このタイヤレバーを入れる反対側ですね。ここホイールの一番深い場所はど真ん中ですので、そこまで落としてあげてみてください。この状態で同じことをします。先ほどと全く同じことです。レバーを入れて引き上げて浅くかけます。レバーを入れて引き上げて浅くかけます。あとはクイックイックイッとめくっていきます。これでぬるっと簡単に装着することができます。模型点は動かしにくいですので、先ほどの段階で片面入れた段階で動かして合わせておいてください。そしたら次はビードを上げて完成させます。エアコンプレッサーの電源オンにして圧縮空気をためます。あとは勢いよく空気を入れていくだけです。
パンパンと2回音がしましたが、片面1回の両面で合計2回のビードが上がる音です。これでホイールへのタイヤの履かせ作業も完了です。あとはホイールを車体へ取り付けすれば左フロントタイヤ1個が完了です。経点の確認とタイヤの進行方向、車のこれは関係ないタイヤです。バランサーはありませんので重りは一旦無視です。それしかできません。そしたら車体へホイールを取り付けていきます。最初に外したナットを用意して、これはテーパーナットになってます。一旦装着してみて、車体ギリギリでしたのでちょっと入らなかったので、ジャッキを上げてあげて、無駄に上げすぎないことですね。ギリギリで大丈夫です。安全第一でカポンとはめます。奥まではまったらナットを装着していきます。手締めです。絶対にいきなりインパクトなどで締めないようにご注意ください。ソケットをつけて手で回すと簡単に回ります。装着できたら足で支えながら対角線上にインパクトをかけないように底つきまで増し締めだけしてあげます。テーパーナットですので足なのでタイヤを浮かしておけば、締めていくと自然とセンターが取れる作りとなってます。ぐらつきなく OK ならインパクトなどでこんな感じで軽く増し締めして仮締めをしておきます。これでジャッキを外すことができます。サブに関しては当ててるだけなので、そのまま抜いてあげて、油圧、まあジャッキは油圧であれいろいろあるんですけど、ゆっくり下げてあげてください。そのまま抜き取ってあげます。ガレージある人はどっちでもいいんですけど、ない人はアスファルトって必ず傾斜になってますので、馬使うよりもサブジャッキ使いながらこんな感じで一個一個する方が安全な気がします。最後は必ずトルクレンチで対角線上に103Nm で本締めをしていきます。最初はどこからでもいいんですけど、1を締めたら逆側の2、3を締めたら逆側の4という感じで対角線上に少しずつ均等締めしていきます。回転物に対してはそうじゃなくてもそれを癖づけとくといいと思います。 DIY でする人は対角均等締めは基本ですので、タイヤに限らず他でもいろんなところで役に立ちます。よし、これで左フロントホイールの装着完了です。タイヤの交換も完了です。そしたら次ですね、今左側にいるからといってリアタイヤの左に入るんじゃなくて、フロントをしたわけですのでフロントを先に終わらせます。いや別に4つ終わらな外電子いいよって言うかもしれないんですけど、これも癖づけといた方がいいルールです。理屈としてはね、わかるんですけどね、関係ないんですけど。そしたら右フロントタイヤの交換に入ります。左フロントタイヤと全く同じですので、チューンと早送りでマッハで終わらします。先月のニュースにもジムニーでしたね、タイヤが脱輪して小学生に当たって渋滞と。やるなら安全第一で徹底してする、しないならしないで全然いいんですよ。 DIY は自己責任ですけど、人に迷惑だけはかけたらマジでダメですね。命に関わりますので。そしたら右フロントも終わって両フロントが終わりましたので、ようやくリアタイヤです。左リアから行きたいと思います。フロントとの違いはここジャッキポイントだけです。他は全部全く同じですので、一気に早送りでいきます。ここはですね、リアタイヤよりずいぶん前の位置にありますけど、まあここが重心ですので、下を覗き込んでここにジャッキを当てて上げてみてください。でなんですけど、今フロントが終わってリアタイヤをしてるんですけど、このジャッキポイント以外は全てフロントタイヤと同じです。ですのでこちらも早送りと。ただコツの部分に関しては通常再生にしてますので、気になる人はせっかくですのでぜひ見てみてください。
したら交換してフルタイヤに関しては最寄りのガソリンスタンドとか産廃業者さんにお願いして廃棄してもらってください。有料になります。これでホンダ Nボックスのホイールからのタイヤの剥ぎ、履かせ、車体へのホイール外し、取り付け完了となります。ご視聴ありがとうございました。よし、腰痛ね。ご視聴ありがとうございました。部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認ください。その他動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です。